男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。神の手、ゴッドハンドと謳われる大山艦長の秘技、その強さはまさに言葉では語り尽くせないものがある。皆さん、グラップラーチャンネルへようこそ。このチャンネルは数々の格闘士を紹介していくチャンネルです。今回は一番最初の動画ということで、僕の最も尊敬する偉大な武道家である大山増達という方を紹介したいと思います。大山増達、朝鮮半島出身の武道家であり、国際空手道連盟総裁、極真会館館長、段位は10段、伝説の空手家大山増達。以降は尊敬の意を込めて大山総裁と呼ばせていただきますので、ご了承ください。数々の逸話や伝説を残し、空手の歴史に新しいページを作り出しました。大山総裁がいなければ現在の打撃系格闘技はここまで普及していなかったと思います。あの有名団体 K1 も元を正せば大山総裁が作り上げた極真空手が元で立ち上げられた団体なので、大山総裁が現在の格闘技界に与えた貢献度は計り知れないものがあります。1964年、大山総裁は国際空手道連盟極真会館を設立します。極真会館は直接打撃制を提唱し、空手の歴史を開拓し、空手の新しい世界を作り出しました。直接打撃制フルコンタクトは、伝統派空手で一般に採用されている寸止めやライトコンタクトとは違い、対戦相手に技を直接打撃で与えます。東京オリンピック正式種目として採用された空手のルールでもある伝統派空手の競技では、寸止めで技を相手に当てません。そのため、直接相手に打撃をする空手の流派は歴史の中でしばしば異端視されていました。空手の長い歴史の中でこれらを体系化することは困難でした。しかし、大山総裁の空手家としての傲嘆さと実力、メディア媒体を使った空手家としては異例のセルフプロデュース能力、そして空手バカイ時代の爆発的なヒットにより、極真会館は急成長を果たします。さらに年に1回のオープントーナメント全日本空手道選手権大会と、4年に1度のオープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催。これらの試合を生み出すことでファンと後継者を増やし、メディアで試合を放映させることで世界中で知名度をつかんでいきます。これらが重なることで極真会館は人気と知名度を得ることに成功。こうして戦前から再三挫折を余儀なくされていた直接打撃制の空手は、極真会館が初めて体系化に成功し、社会的認知を得ることに成功しました。少年時代、大山総裁の少年時代は満州でわんぱくに育ち、忍者などの強いスーパーマンに憧れて育ちました。小柄な老人の李宗氏という方が相撲大会での優勝者に簡単に勝ってしまったのを見て、李に弟子入りを志願。李の下で初めての修行を行い、辛抱を学び、その後の修行の道を開きます。中学を卒業後、山梨少年航空学校に入学し、空手を学ぶようになり、その頃には吉川英治の宮本武蔵に出会い、真の武人の生き様を目指すようになります。その後、学徒出陣により特攻隊へ入隊し、そこで終戦を迎えます。喧嘩空手、大山総裁は空手を初めて日本に伝えた松濤館流の船越義珍に習っていました。その頃から拳は戦うためのものと思い、寸止めの空手には疑問を抱いていました。寸止めでは武道としての勝敗が決しないと感じ、武道からスポーツになり下がってしまったように失望を感じていました。また終戦直後に日本の女性が
アメリカ兵士に売られている姿を見て怒りを抑えることができず、闇討ちをして女性を助けていました。時にはアメリカ人プロレスラーだった巨漢兵士をも倒していました。加えてそのような行為がヤクザの目につき、ヤクザの用心棒となり、さらには終戦直後ということもあり、行政を司るアメリカ人に反抗したという罪で指名手配されていたとのこと。それから大山総裁は空手を武道として極める道を選びます。修行。そんな大山総裁は空手を極めることに目覚め、山ごもりをします。腕立て伏せ、3本指での指立て伏せ、3本指での逆立ちの稽古を8ヶ月間毎日繰り返します。次の清澄山での山ごもりでは、自分の顔ほどもある大きな厚みのある石を風呂敷に包み、18ヶ月もの間政権の稽古に励んだそうです。大山増達が目指した空手、大山総裁が目指した空手とは、相手が力を発揮する前に全てが終わってしまう戦い方。普通の空手ではダメ、一発で牛が倒れるくらいでないとダメと自らの言葉で言っています。宮本武蔵を見習い、また宮本武蔵以上に強くなると断言し、山ごもりの修行を行い、最終的にはフルコンタクト空手として極真空手を生み出しました。極真空手。大山総裁はこれまで疑念を抱いていた寸止めルールの空手から、フルコンタクト直接打撃性による極真空手を普及しました。フルコンタクト空手は試合方法や練習方法が異なります。練習方法は大山総裁が山ごもりをした時の基礎練習が元になっているそうです。また試合においてはフルコンタクトである極真空手の試合は、お互いの体が思いっきりぶつかり合いますので、その迫力感や音が会場中に伝わりますので、見ている方も圧倒されます。空手バカ一代。漫画空手バカ一代、この漫画が与えた影響力は計り知れないものがあります。週刊少年マガジンに1971年から1977年の間大人気連載されていました。原作は梶原一騎によって生み出された大山増達の半生を描いた伝記的作品。当時の少年たちの心をわしづかみにしました。大山総裁の実話をもとにしたノンフィクション作品という触れ込みであり、物語冒頭でこれは事実談であり、この男は実在すると宣言されていました。この作品に触発されて、その後の極真空手を担う重要な選手、松井翔慶、増田明、黒沢博樹など数々の有名選手が極真会館の門を叩いたそうです。世界中に広めた極真空手。1950年代、大山総裁は自らの厳しい修行を通して世界中に極真空手の指導に渡り、極真空手のスタイルが世界中に受け入れられるようになりました。また1960年代以降は、大山総裁がえりすぐった弟子たちを海外へ派遣することにより、日本の格闘技として世界中に認知度を上げました。海外へ派遣された人物を挙げると、中村忠、大山茂、大山康彦、三浦美幸など、名だたる空手家たちのおかげで極真空手は世界へ普及されていきました。極真空手が世界へ普及されたのは、この方たちの活躍も支えとなりました。極真空手が世界に普及される際に、 What is 空手という本が海外向けに出版されましたが、この本もかなりの数が売れ、海外で空手の認知度が上がるきっかけになりました。外国人の憧れ。フルコンタクト空手は海外の多くの武道家を魅了し、やがてアンディ・フグやフランシスコ・フィリオといった名格闘家が世界中から登場するようになります。大山増達伝説、牛殺しの大山。1948年から清澄山にて1年6ヶ月山ごもり修行を敢行。その後下山して千葉・館山で猛牛と対決。初めのうちは牛とは勝負になりませんでしたが、牛との戦い方を見つめ直し、牛との対決を60回以上も挑戦したそうです。結果的に牛の角を落とし、47頭の牛を素手で倒します。そのうち4頭の牛は一撃で即死。ここで大山総裁は修行の成果の手応えを感じたそうです。その映像は1954年に映画「猛牛と戦う空手」として公開されました。
実際の映像もあるのでこちらをご覧ください。7月14日千葉県館山海岸において世界初めての空手で猛牛と組み打つ大山六段の決死的実験が行われました。それはその貴重な記録であります。この日空手の威力を遺憾なく示す人と猛牛との戦いを見ようとして集まった観衆千数百名、毎日の場合を予想して警戒に当たる武装警官また24名、各新聞社の記者キャメラマン中止のうちに戦いはまさに開始されようとしております。大山六段身長507寸体重22貫鍛え抜かれた肉体は日本空手界の第一人者にふさわしいものがあります。一方当年5歳の南部産大牛は体重110貫余り、角の直径3寸、角の長さ1尺3寸という猛牛であります。緊張は刻一刻と高まってまいります。大山六段一躍して牛の手のひらを捉えました。牛か人か手に当て握るうちについに逃走の火蓋は切って下ろされたのであります。スペインの闘牛士は剣を持ち、危険な場合は隠れ場所もありますが、この場合の大山六段は全くの素手で避難場所などもちろん持っておりません。逃げんとする牛、これを捕らえんとする大山六段、大山六段死闘の一撃、しかしまだ角はびくともいたしません。上に歯向かう猛牛、戦いはまさに最高潮に達しようとしております。怒り狂った大石の角はついに大山六段の脇腹を傷つけました。しかし鮮血に屈せず、大山六段はついにこの大石を引き倒してしまいました。果たして大山六段の成果なるか。さすがの大石も次第に弱ってきました。大山六段の実家に組み捨てられた猛牛、大山六段は目的である角を折り取るチャンスを狙って呼吸を整えています。体勢を立て直した大山六段の最後の死闘の一撃、角は根元から折れてぐらついてきました。ぐらついてきた角を大山六段もぎ取ろうといたしますが、厚い皮がついているためなかなか取ることはできません。しかし戦いは完全に大山六段の勝利となったのであります。潜んだ角は軽いと地上に落ちました。大山六段の勝利なる。角を拾い取って臨前たる大山六段、戦いは終わりました。しかしそれは奇跡でも何でもありません。渡米での伝説。1952年シカゴの空手協会から招かれてアメリカに渡り、1年ほどの滞在中に全米32カ所で演武と空手指導を行います。そしてプロレスラーやプロボクサーと真剣勝負を繰り広げ7戦全勝。大男にハンマーを持たす、手を殴らせても平気だったことからゴッドハンドとも呼ばれていました。10円硬貨曲げ。大山総裁は非常に握力の強い空手家だったと言われています。さまざまな逸話がある中でもひときわ人々の耳に残る10円曲げ。
10円硬貨を親指、人差し指、中指の腹の部分で完全に曲げることができたと言われています。自身の著書強くなれ我が肉体改造論によると、若い頃の握力は 100kg を超え、修行時代から5本の指の訓練を欠かさなかったそうです。空手バカ1代の漫画の中でもこのエピソードが語られました。10円玉を指先で曲げるとき、人体の極限を超えた動きの人体の副作用というような表現で全身にジンマシンが出る、あんな硬い10円硬貨を指でひねり曲げることができるとは驚きが隠せません。皆さんも挑戦してみてください。大山総裁は実践がとても好きで、型はあまり好きではなかったそうです。そんな若き日の大山総裁の型映像もありますので、こちらをご覧ください。これぞ型というような、一撃で相手が倒れるような力強い型でしたね。大山マスターズの名言10選。大山総裁は数多くの名言を残したことでも知られています。空手に関する名言だけではなく、生き方についての名言も多く今も語り継がれています。武の道においては千日を初心とし、万日の稽古をもって極みとす。何のために強くなるか、それは自分に打ち勝つためであり、義を通すためであり、人を導くためである。虎は死んで皮を残すが、人は死んで名を残す。そうなければならない。貯金した努力には実力の利息がつく。浪費した才能には挫折の責務がつく。武の道においては真の極意は体験にあり、よって体験を恐れるべからず。若いうちに一つ泉を掘っておけ、そこから無数の興味が湧いてくる。支柱に勝つを求める覚悟でことに当たる。それが理想を実現する決め手だ。さらっとした喧嘩のできる相手こそ、いざという時頼りになる親友だよ。自分が見えない顔を人に見られる。それが人生だ。空手は私に人生を教えてくれた。努力すれば必ず報われるということ。いかがでしたか？今回は僕が最も尊敬する大山マスターズ総裁についての動画でした。グラップラー刃牙のオロチドッポのモデルにもなっています。今までの格闘家で誰が一番強いかを挙げるなら、僕は大山総裁が一番だと信じています。牛を倒せる人間なんてこれから出てくるのかなって感じです。強さだけじゃなく、人間性もとても引きつけられるものがあるからこそ、多くの人が極真空手に魅了されたのだと思います。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからこのような形で数々の格闘家を紹介していきますので、この格闘家を紹介してほしいなどリクエストコメントなどありましたら、コメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。中村が酒を飲んでおったんだ。言ったらね、中村は侮辱したんだもの。そしてその侮辱した連中はこれの連中だ。帰って
うすに帰ってきたんだがね、どうも腹の虫が収まらない。あんなに大きくなるとは思わなかったよ。だから中村がまた行ってね、片っ端から全部飛ばしてしまった。それはもういいとは言わない。だから親族の命令を出した。極真からでは背中を見せるよ。君たち喧嘩を売ってきたら買え。それぐらいの覇気がなければね、空手やめちゃえ。そんな空手やってもしょうがない。喧嘩を売ってきたら売る必要はないよ。しかし売ってくる喧嘩を買えよ。私は今までそうだったんだ。私は仲間の立場だったらね、あの騒ぎじゃないよ。もっと大きい騒ぎを起こしたかもわからないよ。喧嘩するところにね、男は価値があるよ。喧嘩できないやつはダメだ。これはね、君たちに喧嘩をしろとは言わない。だからその喧嘩の場はね、大会でやればいいよ。自分の体がにもボロボロになるまで戦ってみたらいい。そうやったら伊田さんも分かる。殴り方も分かる。さばき方も分かる。避け方も分かる。蹴り方も分かる。突き方も分かる。この喧嘩の極意がね、あの殴り合いで分かるんだから。そうすると喧嘩しないよ。そうすると喧嘩、道端の喧嘩はしない。道端であったら靴を踏んだ、あるいは肩を触れた、君たちが頭を下げればいいよ。頭下げて喧嘩を打ってくる人はないよ。喧嘩を打ってきたらその時には伸ばしてしまえ。何のために空手やるんだ。その時には伸ばしてしまえ。中村はね、悪いところ一つもない。大山さんのその人生というのは毎日真剣勝負の格闘技人生なんていうふうに言っちゃっても構わないと思うんですが、その大山さんの中で格闘技ってのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。まあ、人はそう言うんですがね、私はそうじゃなく、過去時人生ではなく、私自身、毎日自分が切磋琢磨するというところが私の人生の、ね、一つの信条だからね、格闘技ということになると幅があまりにも広くなるんだけれども、私は空手をね、始めて半世紀、実際問題としてこの握り方に対して疑問を持つくらいだよ。今現在なお。そうだ、厳しいよ。私は昔、初段をもらって、18の時です。だから麻酔小刑よりはちょっと1年遅れてるな。あれは17歳の時に麻酔君がね、初段をもらったから、18の時に初段をもらって、私より強い人間がないというあの恥ずかしげを持ってね、ちょっとまあどっちかというとはみ出ていた、そうだったら先生が出てきて、大山君、君は空手始めて何年になるんだって言うんだから、空手この道場に来て空手始めて3年になります。確かに君は強い、確かに強い、それは私も一目置く、しかしな、握り方3年、立ち方3年、突き方3年、9年やらないと空手の門に立つことできないよっていうことを言うのよ。だからね、何言ってるかと、この先生俺は今でも先生に、ね、ぶっ飛ばされるわとこう思っておったんです。それからね、半世紀経って、50年を経して時たまに自分の握り方が正しいかなとこう思うよ。格闘技と武道とは全くちょっと違うようなって私はそう思います。というのはね、武道というのはね、将が大王を倒し、中が功を制するところにね、武道の極意があるんじゃないですか。そうですね、80キロの人間よりは100キロの人間が強いんです。20キロ多いから、100キロの人間よりは120キロの人間が強いよ、120キロの人間より150キロの人間が強いよ、20キロ多いから、人間よりは牛は強いよ、牛よりは象が強いよ、しかし人間には英知がある、だから80キロの人間が120キロの力を出したら、これはね、その英知じゃないですか。それがね、あの武道の真髄だと思います。だから同じ一つの殴るにしてもね、殴り方にしても、極真はね、全くうるさくいうのはね、小指と薬指に力を入れろ、そしてねじ込め、こういうわけです。今あのお話伺っててですね、いまだにまだその極意を極めてないとおっしゃるし、で極真界というのは寸止め空手と言われるですね、人たちからも排撃を受けたり、さまざますごい人生を歩んでいらっしゃってるんですが、それを全部こう跳ね返して頑張ってこられた、その元になってるもんは何ですか。大山さんの元になってる、それはね、熱情の出所は、それはね、宮本武蔵という先生に会わなかったら、
それはね、創作でやるよ、確かに、うん、吉川先生の創作だよ、はい、宮本武蔵先生のに合わなかったら私の人生は全く変わったかもわからない、うん、私はね、自分自身昭和の武蔵にならなくちゃいけないとこう思ったから、うん、しかし宮本武蔵はね、日本の六十吉をねやったんだ。俺は世界各国に回りながらちょっとやってみようと、うん、それはね、格好のいい話であって、実際はね、飯が食えないから海外行ったんだよ、うん、正直なところはそうなんですね。そう、正直な話、うん、終戦直後、飯が食えないんで、うん、あのガーッとあの時に孤炎だったか孤実戦だったかわからないけども、増水やってバーッと腹が減って増水をな強烈に並んでるわけで、あの新宿の闇市でバーッと舐めたらね、苦いんだ総水が、うん、こう見るとね、ペッと足してみるとタバコの吸い殻が入ってるわ、うん、残飯を、ね、持ってきてね、増水で売っていたんだね、うん、あの米軍の 残飯を、うん、そういう時だから日本ではね、もう一回ね、一か八か仲間も死んだし、一か八かアメリカ行ってやってみないかという、たまたまそういう先生がいたから、それは木村正彦という私の先輩がいて、うん、大山ね、日本でこんなに苦労するよりアメリカ行ってみよう、うん、とこう言ったから、うん、じゃあ先輩が行くなら俺も連れって行ってくれよと、うん、それで牛島先生に会って、木村の先生である牛島先生に会って、空手で行こうということで遠藤と一緒に行ったんです。あ、遠藤もね、その羽織袴を着て、プロレスラーを見た時に震えていたから、私も震えていた、だからお前も震えてるなと言ったら、遠藤曰くプシャブリーだって言うんだよお前、やプシャブリーということを言ったことはあるけれども、米資格言えないからやったんであって、多少の余裕があったらその行かなかったです、うん、まあそういうことですね。逃げたい気持ちがね、いっぱいあったんだから、もう逃げどういう、いやもう全部が大きいもの、うん、私は小尺1メーター75センチぐらいのもんでしょう。そして80キロしかないでしょう、うん、遠藤は大きいよね、15センチも私より、うん、だけれどもね、もうあっち行ったらね、力道さんぐらいのものがもうゴロゴロしてるもの、うん、1メーター90、2メートルのものがね、そして200キロに近いやつがもういくらで見たもの。確かにね、アメリカ行って私はね、プロレスと立ち会って、プロレスに、それはね、無敵な空手の勢いを見せました、うん、それは大きな理由があるんです。お、何ですか？それはね、うん、空手っていうの知らなかったから。あ、向こうが、向こうが、あ、今だったらそれは誓うよ、50半世紀をやってもね、自分のディギリに対して疑問を持つし、自分の技に対して疑問を持つし、立ち方だとか、さばき方ですね、こういうものに対して疑問を持つのに、昨日今日わずか2年か3年やって、私は空手の大家だ、私は格闘技の王者だというのを見るとね、私へそ洗うよアメリカ人がね、こういう連中が多いんですよ、アメリカ人がね、私のところへ来て、私は合気道が三段だ、柔道が三段だ、居合抜きが三段だ、全部合わせて九段だ、だから私に空手三段くれと、こういうやつがいるのよ。お前どれぐらいやってこうなったかとか言ったら、いや俺はもういろいろの格闘技を準備も研究してるんで、全部三段ずつ取って、できるなら四段と取りたいと、お前他の空手の道場行けや、というのはな、私は君が生まれる前から空手をやってる、しかしまた握り方に対して肝を持つ、自分のやり方に対して肝を持って、毎日肝の生活だ、まだ未熟である、私はね、熟していない、なのに君はね、もう合気道の大家だというし、それから剣道の大家だし、居合抜きの大家だし、柔道の大家だというんだから、他に行けと。アメリカ人はそれを総計して、20段だとか30段になるのよ、ああそしてね、こうだとか言うんです。お前、私はな、君がやれる前からね、もう生まれる前からやってもね、またね、肝を持つよって、じゃあお前ね、私のできることをやるかと、できるかと、どういうことですかと、見ろよって、で私はね、そこで立って逆立ちをするわけです、5本の指で、あるいはね、この剣立てで、剣立てと言います、そしてポン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 と道場の中を歩くわけです、歩くとお前敵っているかとか、敵ないんだよ、
うん、君プの道はね、一生水球してもね、水球ができないのがプの道だよって、うん、道場君一つ、我々は一つ、我々は新進を連まし、新進を連まし、各個不発の新行極めのと、各個不発の新行極めのと、一つ、我々は一つ、我々は武の神髄を極め、武の神髄を極め、気に発し管理民なること、気に発し管理民なること、一つ我々は一つ我々は真実合計をもって、真実合計をもって自己の精神を解放すると、自己の精神を解放すること、一つ我々は一つ我々は礼節を重んじ、礼節を重んじ頂上を敬し祖母の振る舞いをすること、頂上を敬し祖母の振る舞いをすること、一つ我々は一つ我々は神仏を尊び、神仏を尊び献上の御徳を忘れだろうと、献上の御徳を忘れだろう、一つ我々は一つ我々は生と体力と向上させ、生と体力と向上させ事に臨んで謝らざること、事に臨んで謝らざること、一つ我々は一つ我々は生涯の修行を体の道に通じ、生涯の修行を体の道に通じ極真の道を全うすること、極真の道を全うすること、力なき正義は無能なり、正義なき力は暴力なり、大山増達。